ジャズロックとは、1960年代後半に、ジャズ音楽のジャンルで、ジャズ及びロックより発展した音楽ジャンルである。欧米では、ジャズフュージョンと呼ばれることもある。1960年代に、ビートルズやローリングストーンズなどの電気楽器を使用したロックミュージックが台頭し、ジャズは押され、気味になった。それらの影響を受け、ジャズにおいても、 電気楽器を使用したロック的な奏法を取り入れ、新しい演奏スタイルが生まれた。また、ロックのジャンルにおいても、より即興演奏を中心とするスタイルが発展した。これを、ジャズロックと分類した。ジャズ分野で、すでに名声を獲得していたマイルス・デービスや、ジミー・スミス、ジョン・マクラフリン、ハービー・ハンコックなどが、音楽的試みとして演奏に取り入れた。さらに、 70年代には、クロスオーバーや商業主義的なポップジャズのフュージョンへと変化していった。1960年代末から70年代初頭に、かけて英国のロック及びジャズ系のミュージシャンが、ジャズロックアルバムを発表した。コロシアム、ソフトマシーンやニュークリアスらが代表格である。他に、フィル・コリンズが在籍したブランド X、グラハム・コリアー、マイク・ウェストブルック、 ニール・アード・レイラがいた。アメリカのジャズ・ミュージシャンによる電気楽器の使用は、その後クロスオーバーなどに発展したが、英国でのロック系音楽家によるジャズ・ロックは1970年代後半に衰退した。だが、イタリアのアルティエ・エメ・スティエリなど欧州の各国でプログレ的なアプローチが試みられた。ドイツでは、ムードレコードから12編成のユナイテッド・ジャズ、 ロックアンサンブルが1977から2002年まで約25年間活躍した。ジャズサイドでロックの影響を受けたジャズ面は、それまでの4ビートのジャズにはなかった8ビートや16ビートを取り入れた。ただし、ジャズサイドから電気的アプローチをしたため、ジャズロックとは若干異なるエレクトリックジャズへと発展した。マイルス・デイビスのビッチェズ・ブリューは、は、 クロスオーバーが登場する以前は、エレクトリックジャズ、ジャズロックの代表的なアルバムとして位置づけられた。ありがとうございます。